黒井さんの正体分かりましたか？分かりました。見てました私。え？今までのやつで。この VTR 楽屋話見てたから。うん、見てました。分かってたんや。あけど言われるまで分からなかったです。誰かなと思ってたんですけど、黒井さんの名前聞いて、あ、見たわと思ってました。フィーバー黒井。僕が命名した一人目やけど、本人名乗りませんからね。ここから見たら頭だけ光ってます。輝いてます。輝いてます。でもまさかこういうね、うん、世界に入ってきて、うん、楽屋話出ると思わないでしょう。思わなかったです、うん、思えなかったでしょ。思いたくないでしょ。めっちゃ嬉しいです。どうですか、こういう藤田君とかいろんなね、花井二刀流とかいろんなお話が出ましたけど、はい、宮崎元気さんとか、はい、いろんなお話出てますけど、はい、めっちゃ楽しいです、皆さんのお話が。考えられへんでしょ。考えられない。普通の生活を送ってたら、ああいう人らと出会えへんでしょ。はい、そうですね、そんな、藤田さんはもう何を喋ってても私はもう本当に笑ってしまうんですけどね、なんか喋り方だけで十分もう面白い。まあでもそれぐらいの付き合いの人だほうがいいですよ。あいつとは。あ、でもこの前聞いたら有沙ちゃんなんかモデルやってんねんて今。あ、ついに何のモデルですか？もらいました、ランニングマガジンの、クリールっていう雑誌なんですけど、神戸マラソンが今度あるので、コースを紹介する、モデルとして、はい、ここを通るんですよとか。そうなんですよ。もう 42.195 キロをずらっと回らせてもらって、で神戸のいろんなところ、私全然神戸とか行ったことないんですけど、行きたいなと思ってたんですけど、やっぱりおしゃれで、そのスポットごとに撮影もさせてもらいましたね。はい、いいよいいよ、カシャカシャカシャ、はい、いいね、こっち向いて、カシャカシャ、はい、もっといいね、ちょっと、はい、ベロ出してみようか。はい、ちょっと肩のラインもとか、肩、なんかさ、カシャカシャ、はい、じゃあここ、またいでいって、またいで、走ってまたいで、そんなんあんの？またいではなかったですね。カメラマンどんなん？カメラマンさん、結構ね、私がもう、走るのに夢中で前ばっかり向いてしまってて、カメラの方向いてるつもりが目だけしか向いてなくって、顔は向いてなくて、もうずっとこうだったんですよ。だから何回も撮り直しさせてもらってたんですけど、だからこっち向いて、こっち向いてってめっちゃ言われたんですけど、向いてるつもりがカメラ何回もチェックさせてもらって向けてないんですよ。意外と難しかったんですよね。あれはなんか、こんなあってなんかこう、カメラのなんか、若い子が来て、なんかこうやってピッピッピッ、なんかライティング、ライティングですとか、ピッピッピッ、ヒゲソリみたいな。2.5 ああいうとかなんかこうショーライティングとかあったら、なんかこんな白いのでなんかレフ板みたいなこうやられた。いや、それはなかったんですよ。でも常にメイクさん、メイクさんつくの、そう、ついてくれはって、ちょこちょこね、もう口紅とか塗ってくれはって、女優さんみたいやん。すごいですね。嬉しかったです。もうなんかこうテカリとか、こうテカリとか、そうなんですよ。鏡こうやって、こうやって、そうそうそう、なんですよ。完璧です。完璧やん、それ女優さん気分ですね。あ、本当あれは嬉しかったです。本当ありがたかったです。初めてでした。ほんで、はい、それあれ言うても全国紙やからね、ね、ありがたいです。あれも正直言うの食い込んできてんね今。あ、そうなんですか。今表紙が、はい、俺前その、ね、連載3年エッセイやったんや、ね、やってありましたよね。やってたよね、でついにこの前表紙が小中芸能の森永陸上部の女子部の井上千恵子ちゃん、はい、表紙やって、はい、見たよ。見ました。2ヶ月連続や、6月号、7月号、関東で、ちぇちゃんや、ね、表紙やで、表紙ですよね。小中芸能のこれ東京の柿畑いうのが食い込んできよってん。宮古町長マネージャーの元宮古町長のマネージャー、ロンリーバタフライのマネージャー柿畑さん、こんな名人は。こんな目一つで、あいつ人形みたいな。ビンワンマネ、あいつビンワンやで。あいつビンワンや。仕事できる。仕事もビンワンやで。町長さんにね、仕込まれて。町長さんについてたんすかね。ついてね、男だ。俺、モレさんね、俺ね、ちょっとランニングマガジン。ちょっとやかれ。ちょっとやかれ。おい、ようしゃべるよ。ちょっと俺入ってば、ちょっと今日ベースボールマガジン社行きましょうやみたいな。で俺入れてもうて、連載やらしてもうて、俺プーケットに編集長とかで一緒にマラソンやったりとかしたら、ついに表紙ひちえちゃん撮った言うたんや。話題やったな俺らの中で、女子部で話題や。俺がまた振ったんね、これ見てみるね、これ見てみると君らのな、これ先輩井上ちえちゃん表紙や。どう
思うわけ、その時は。早く時期を狙いたいです。そりゃそうやな、はい、その時はやっぱり顔ではな、いいですねとか口では言うけど、腹の中では悔しい。そりゃ私も次の総選挙はと、総選挙出せると総選挙やったらな、藤田必死やで。OK、顔でしょうね。藤田必死やがな、ありさちゃんとほら、琵琶湖のね、あの大津教育のに一緒に座ったから、全財産持って行っきょるわ、今。保険金で金持っとるから、全財産総選挙持って行っきょるや。交代の数がどんどん増えていくでしょうね。みんな、みんな、ザ・マミーみたいになってね、最後。マミーこれはすごいね、はい、どう思いましたあの時、ちえちゃんの表紙見て。もうすごい、ここにね、これが目標やなって、うん、今はこれが目標やと思って、はい、って思ったら、そのなんか3週間か4週間、1ヶ月後ぐらいに、はい、なんか、うん、あれ表紙じゃないけど、でもあれ 何個も出てくるわけやろ、カットがこうどんどん出てくるわけやろ、うん、そうですね、4ページ載せてもらう。4ページ4ページ漫画みたいにしてくれたらしくって、いろんな写真を撮ってもらったんですけど、すごい楽しかったでしょう。移動中の車とかも、マネージャーさんと一緒だったんですけど、すごいね、森明さんのモノマネで盛り上がってたんですよ。誰がマネージャー、誰だ。鈴木マネージャー。伏見なりの男ね。今日よう見てるんですよ、これ。よう聞いてる。鈴木です、これ。で、大阪マラソンのコースの地図をもらったんですよ。で、大阪マラソン、ここ結構いいとこ通ってますね、って言って。うん、ここ水道筋ですね、って言って。うん、松竹の事務所のあるとこですね、って言ってて。で、どう行くんや、どう行くんや、って振られて。でも、私、あんま大阪はちょっと詳しくないですけどね、って普通に喋ってたら、鈴木マネージャーが、やらな、やらな、って。ここが御堂筋南行ってでガッと曲がって「今回はインデックス!」とか「これやらなあかん!」とか言われて、鈴木もやらなあかんねえじゃん。やらな、ようしゃべるやろ、鈴木。ようしゃべるやろ。まあまあ、でもね、ことですよ、そうやってロケバスが一番大事ですからね。樋口編集長、どうやった樋口編集長、おった。あ、いてました。樋口編集長、いい人やろ。はい、すごいいい人ですね、樋口編集長。いつもあの人めちゃめちゃ走りはるからね。あ、そうなんですか。めっちゃ走る。プーケットマラソン一緒に行って、前日あの人20キロ走って、当日42.195 ぐらい走って、はい、次の日まだ20キロ走ったんだ。むっちゃ走りはる。この前パプアニューギニア行って走ったはったで。そうなんですか。そうやね、もうみんなそんなんですよ、自らね。はい、まあでもまたぜひともなら、うん、ね、何月号あれは。まだ発売日は聞いてなくって、何月号というより別館で出るらしくて、別冊で出るらしくって、それが大阪の、うん、創刊号らしくって。それは多分全国支持ですよ、あれは。すごいね、全部で出ますよ。お気に入りの。はあ、ぜひ。とりあえず、はい、まだこれから大活躍して、はい、しょうもない男だけと付き合わんようにね。はい、まあ、お前もう俺言うてるやろ、まあ、言ってもらえないこういう人ね。スキューバーダイビング行くやん。ああいう人なんですかね。ああいう人と付き合うかと。アリサちゃんとアヤカちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。